2月3日です。キュウリの予備釣りをして1週間経ちました。キュウリは茎を潰して、そして倒れないように支柱を立てました。これであと2日ほど置いてキュウリ側を切り離したいと思います。結構木も大きくなりまして、こんな状態になってます。2月5日です。キュウリの予備継ぎを終わって、キュウリ側の根を切り離しました。これでもう活着してくれれば OK なんですけども、なんか少ししなびてき始めている木もあります。こんな感じで今かぼちゃ側の幹一本で育つようになりました。これで様子見たいと思います。2月の9日です。キュウリの予備継ぎが終わり、かぼちゃの根だけになりました。キュウリ側は切っておりましたので、そのまま数日置きました。もうだいぶ普通のハウスの中の環境に慣れたと思いますので、これから定植したいと思います。キュウリのコンパニオンプランツとして種まきしたマリーゴールドがある程度育ちましたので、キュウリの脇に一緒に定植したいと思います。こんな感じです。定植しました。こんな感じです。45センチ間隔として、その脇にマリーゴールドを植えてます。マリーゴールド小さいです。こんな感じでキュウリ苗1本に対して脇にマリーゴールド1本、こんな感覚で植えてます。あとキュウリはこれから2本仕立てにして育てていきたいと思います。